AKB48 チーム8が23日、神奈川、ピアーリーナ MM にて、17ライブプレゼンツ AKB48 15th アニバーサリーライブ AKB48 チーム8全国ツアー47の素敵な街へ、ファイナル、神奈川県公演、真っ青な空を見上げて行い、グローバルグループアイズワンでの専任活動が、終了した栃木県代表の本田仁美が帰国後、初めてステージに登場した。本田仁美、帰国後初ステージ、6曲目、涙の表面張力にて登場した本田。2年半ぶりのチーム8のステージで圧巻のパフォーマンスで魅了した。さらに、神奈川県代表の小田恵里奈と盟友同士が歌う、定番バラード、思い出のほとんどを歌唱。感想で、ひーちゃんお帰りと小田が歓迎すると、本田も、ただいま。と笑顔で返事。去年がツアーファイナルだったら来れなかったよねと小田は本田の参加に喜んだ。見つめ合って歌う場面では涙ぐみ声を詰まらせた二人。手をつないで寄り添い合い、感動のヒゲディ復活となった。本田仁美メンバーと再会。その後の MC ではメンバーが久しぶりの本田に質問攻め。アイズワンではいろいろな髪色に挑戦してきたが、一番好きな髪色を聞かれると本田は、私また髪が長くなりました。魔法の力で、とエクステでロングにしたことを明かし、白に近い金髪が好きですと、今よりもさらに明るい金髪が好きだと答えた。吉川七瀬は、アイズワンのビウェレイの本田のパートが好きだと言い、本人の前で声真似を披露することに。坂口渚とワンフレーズを踊り、盛り上がった。また、本田から見て一番変わったメンバーを問われると、本田は、割と、みんな変わってないと前置きして、花、咲友長大人っぽくなった。長野セリ系も身長伸びたと回答。吉川は、中身はひーちゃんで安心したと本田の変わらない内面に触れ、本田も、みんなと一緒に、ステージに立てて、嬉しいですと再会を喜んでいた。公演には、ごくまつ、すず、ゆう以外のチーム8メンバー35名が参加。今年4月で、活動8年目に突入。6年越しで行われた全国ツアーを全力で、駆け抜けた彼女たちが、1年の延期を経て、ついに全国制覇を遂げた。AKB48、劇場オープン15周年。AKB48 は、昨年2020年12月8日に劇場オープン15周年を迎え、今年2021年12月7日までを AKB48 15th アニバーサリーイヤーとして活動。22日は昼公演で同じく昨年から延期となっていた峯岸みなみ卒業コンサート桜の咲かない春はないを開催。23日夜はAKB48 単独コンサート好きならば、好きだと王。2020年1月21日東京ドームシティホールでの実施以来、約1年5ヶ月ぶりとなる単独コンサートとなる。